3D プリンターで等身大の造形物は出力できるのかっていうのを思う人もいると思うんだけど。はい、どうも。立体造形の伝道師、四次元くんです。四次元くんチャンネル造形メイキングでは、造形制作の過程と立体造形の魅力を視聴者のあなたと一緒に紐解きます。何やら楽しそうにスタッフが話していますよ。一緒に制作秘話を聞いてみましょう。焼肉屋さんの、まあ、出入り口があんねんけど、食べ終わって店の中から出てきた時に真正面にいるんよ。多分それで初めて忍者の存在に気づく人とかちょっとドキッとすると思うね。入った後に気づくんですか？なんか入り口が左側にあんねんけど、その忍者自体は右側の奥の方にいるから、帰り道はこう斜めに忍者に向かってこう正面に出てくるような形になってるから、待ち伏せみたいな。そう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 、で真剣持ってるし、そう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 狙ってる、うん、多分気づかんかった人はってなると思う、シルエットだけ見て。へ、うん、ちょっとその忍びっぽさがあって面白いな。ドキッとする驚きにね、そう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 、155センチって言ってたけど、実際じゃあ、あの 3D プリンターで等身大の造形物は出力できるのかっていうのを思う人もいると思うんやけど、出力は可能になってるんですか？可能になってます。まあどうやって作るのかなっていうのを多分こう疑問に思う人もいると思うんやけど、プリンター自体は40センチ角とか、あの造形範囲が決まってるから、もうモデリング上で分割して編集してる。だから一辺に150センチのものはプリントできないから、そのプリンターでできる範囲内の一番大きなサイズでプリントした後に全部合体していってるっていう。そうそう、もうそれもデータ上で、まあ、プラモデルみたいに、まあ、あの組み立てできるように加工してっていう感じでやっていったの。今回のやつもそうやけど、A1 枚、写真1枚からでも、うん、まあ、お客さんと話し合って、まあ、作り上げていくっていうのは可能やなと、うんうん、そこはアピールできるとこかな、うん、なんか立ってるモデリングデータを加工して作ったっていうのが流れがあったと思うんやけど、座ったまんまやったらそのスケール感ってデータ上で作りづらいから、うん、一旦立った状態のやつを、まあ、155センチに設定して、うん、でそれを関節人形みたいに曲げるコマンドというか、曲げる方法があって、そうそう、それを使ってソフトでポーズ取るように加工して作りました。うん、出来上がった忍者の色は、あの脈さんが塗ってくれたやつ、近藤君は写真でしか見てないと思いますが、おおと思ったのが、なんかインナーに着てる鎖片びらのちょっとしたこだわりを感じましたけど、ね、そうやね、うん、いや私もなんか色つくとやっぱイメージすごいガラッと変わるというか、生き生きとするみたいな。そうですね、目、うん、をちゃんとね入れていただいた。そうそう、あれ瞳とちゃんと瞳孔まで書いてあるからね。ああ、あとびっくりしたのが爪が書いてあったのがびっくりして。あ、はい、うん、爪造形でなかったやんな最初、うんうん、そこまで全部書いてあったから、うん、おおと思って、はい、うん、顔のモデリングもあえてこう眉毛とかも作らんかってんけど、脈さんとこがすごいいい感じで塗ってくれてよかったと思うね、うん、うんうん、あとあの取り付けは雪の中、晴れたり雪降ったり大変でしたけども、あの石に穴を開けて設置するっていうのは結構よくあるパターンなんですか、設置方法としては？いや、石は初めてやね。あのコンクリートとかそういうところの素材は何遍もあるし、うん、まあ、地面でそういう設置っていうのとかは全然あんねんけど、うん、ああいうほんまの石に留めるっていうのは初めて。ああ、そうなんや、うん、でもまあ穴を開けて中に大きなずん切り鉄の棒入ってるから結構しっかりついてるよね、あれは。そういう取り付けも込みでできますよと。そうですね、いうことですね、うん、あとなんか
アピールしておきたいポイントとかありますか？ある程度その脈さんが全部デザインやってくれてたから、まあね、昔からの仕事仲間でその辺すごい自由にやらせてもらったかなとは思う。お店の壁画も書いてるからね。そうそうそう、うん、強みやなとは思ったね。もうね、そういう横のつながりというか、みんな得意分野で連携してやっていってるっていうのは、得意な人が得意なジャンルの部分を担当する方が、うん、最終的によりいいものが出来上がるんやったらいいかなと思うけどね、うん。この動画は撮影のご許可をいただいたクライアント様のおかげで成り立っております。概要欄に会社のご紹介もしておりますので、ご興味をお持ちいただいた方はぜひご利用ください。造形工房4次元へのお問い合わせは、4次元公式ホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。また動画のご感想や造形に関するご質問をお待ちしております。YouTube コメント欄か Twitter ハッシュタグ4次元くんをつけてお寄せください。今後の動画でご紹介できたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価など皆さんからの反応は番組制作の大きなモチベーションになっております。ぜひ応援よろしくお願いいたします。それではまた来月20日にお会いしましょう。